はい、皆さんこんにちは、KYC 秀子と池端秀幸です。バランス感覚、これは人生においても、仕事においても、プライベートにおいてもですね、非常にこのバランス感覚というのが、大事やなとつくづく思っておりまして、まあ、それこそ本当にね、バランス感覚というところでね、これね、メイクもね、バランス感覚なんですよ。だから僕が、これちょっと20代の頃に戻った時にね、僕のテーマであったんですけど、言われたことがあって、そう、あなたはね、バランス感覚を学ぶためにあなたの魂は来ましたよってね、まあそんなん誰でも言えることやんと思いながらね、その時はですね、若いから何とも思ってなかったんだけど、こうやってだんだんこう半世紀生きてくると、いろんなことで本当にバランス感覚を学ぶためのことが、事象が起こるなと。メイクもね、一つのね、宇宙とつながるね、感覚、またこれ素敵な話になりましたけどね、メイクっていうのはもともと自分と向き合うということなので、それこそ鏡を見て、ね、しますよね。だから、ヨガをするとか、禅、はい、まあいろいろと修行したりいろいろする時のあれに近いんじゃないかと、まあ、前もお話しましたけども、朝一番のですね、神聖なる時間にいかにその、たとえ5分でも10分でも自分と向き合うか、このメイクをする時のこの時間というのをね、どう大事にするかによって、その日々のね、女性の方の生活にどんどん落とし込まれていくわけです。だからまあ、毎回同じこと言ってますけどね、本当に、自信のないメイク、自信がないとか、自分の中で自信ないわとか、なんか不安やわとか思いながらメイクすると、自分のメイクだけが不安とか自信がないじゃなくって、あらゆるところに出ていくんですね。例えば子育てにも自信ないとか、例えば仕事で行くと、このなんかプレゼン自信ないわとか、もう全てにおいてちっちゃなですね、積み重ねっていうのがどんどんこう波及効果、いいも悪いもですね、波及していきますからね。そういう部分では、朝一番のメイクに、とにかくちょっと楽しんでもらったり、不安でないように、うん、ちょっとこう、方向性がきちっと自分の中でメイクができるようになってくると、それだけで、いろんなこの、人生にもね、アクセルがどんどんこう、踏めてですね、どんどんこう積極的にいろんなものにチャレンジできる人が非常に多くなるっていうのは、これはもう本当に言えることなんですね。だからまあ、僕がメイクをコスメティックに感じてないっていうのは、ここが一番の大きなポイントで、僕自身がですね、メイク業界に、18とか19から入ったっていうちょっとものではないんですね。うん、まあ、19からは自動車学校の教員をやったり、そして21から外食産業の大手 M バーガーというね、全国チェーンのその会社、飲食業の、まあ、会社で管理職やったり、取締役をやったりっていうお堅いですね、管理職、そこまでやった経験を17年間ほどやった後に、独立してこういう今ね、アーティスト名 KYC 秀ということでやってますんで、まあある種その、たくさんの方々とこうお会いして、いろんなお世話になって経験をしたことを生かしていけれる、この後半ね、56ですけども、ここからは、一人一人の女性の方を応援することによって、その一人の女性の、取り巻いてる家族であるとか子供さんであるとか、地域社会であるとか、それこそもう今本当に会社の中ではですね、女性の活躍が非常に大きく占めてきましたからね。そういう部分では女性がとにかく元気になるということは、社会が元気になる、日本が元気になる、世界が元気になるということをいつも思いながらやってるわけでございます。で、こういう時代でございます。特にこういうコロナの問題は、誰が悪い、これが悪いとか、この批判をしたところで始まりませんから、バランスよく生きるという、これが本当に大事なことだなということで、今日バランス感覚ということでお話ししたいなと思ってます。人生もビジネスもバランス感覚がある人は非常にいいと。特にその制約率が上がるっていう、まあ僕が今メイクの顔を3つ作ることによって制約率が3倍上がるというね、こういうことを今ちょっと検証しながらですね、講座でやってるんですけども、実際の話、本当にこれを学んでいただくとですね、顔が、今まで自分の顔が一つしか作れなかったけども、いろんな脳タイプ、大きく分けると人間には3つの脳タイプがあるというふうに言われてまして、まあ3つだけしかないということじゃないんですよ。要はどこの脳を優先的に使ってるかっていう、このバランスの判断の仕方なんですけど、例えば、僕はもう視覚型っていうのもね、本当典型的な視覚型なんで言いますけども、後頭葉を使ってる、人間なんですね。
だからものすごくその考え方もそうだし、飛びつき方、なんか物を買う時の飛びつき方とか、情報を得るための得方もほとんどがもう目なんですよ。だから動画見たりとかね、その文章をガーッとこう読み起こすっていうことがなかなか苦手なんで、一瞬で動画見たり、パンパンとこう、先を見て、判断していくっていうクイックな行動をするわけです。で、こういう人っていうのは危なっかしいんで、どちらかっていうと、その耳タイプっていう聴覚型の人がサポートしてくれたり、もしくは、よう頑張ってるねって言い合わせてくれるような、低タイプ、触覚型の方に守られたりっていう、この3つのやっぱこうバランスっていうのがあるわけです。で、そのバランス感覚を、やっぱきちっと、コミュニケーションをどんな人と一緒に取っていくかっていうことも、これ自分のことをですね、俯瞰しながら生きるっていうのは非常にね、大事なんですね。でないと僕みたいな人ばっかりが10人集まったらもうね、危なっかして見てられないと。もう本当それぐらいですね、うまく人と人っていうのはうまいことこうバランス感覚を持ってコミュニケーション取れていくんやな、で、いかなあかんねんなと思ってるわけです。はい。で、何言ってたんかな？そうそうそう。うん。で、そうそうそう。で、制約率を上げるためにっていうことは何かというと、その俯瞰するために自分の顔を、三つの顔を、もうマスクのように取り替えることができたらいいんじゃないですか？思いません。ちょっと想像してみてください。なんかこう、黒木メイさんみたいなクールな顔は私は似合わへんわって思ってる人は、もう元々そこのメイクはあんまりしないという人が非常に多いと思うんですが、ね、この間もちょっとセッションで個人セッションしましたけど、本人は自分はこんなもんやって思い込んでるのがすごく強いんです。でもそこからなかなか抜けれないんだけど、とにかく一旦大きな印象を変える、ね、顔、男の人やったらようわかると思うんですよ。たまに何々ちゃんもうちょっとこうセクシーな顔をメイクもしてくれやんかなとか、もうちょっとそのちょっとそれ気配からもうちょっとこう緩めて、なんかナチュラルなメイク方がええんちゃうって、それの方が若々しくなるよとか言いたい人って男の人はようわかると思うんですね。だけどこの女性の方からすると、一生懸命やってるのによ文句言われてみたいな感じは多分あるんですけども、この3つのバランスというのは実はその方の持ってる脳タイプによって大きく判断基準が変わるんですよ。だから同じメイクを見てても、あの人の同じメイクを見てても、その人のメイクを地味っていう人もいてれば、派手っていう人もいてれば、なんかこうちょっときついっていう人もいてるし、もうなんかいろいろとですね、同じメイク見てもね、見方が変わってくるんですね。だからそこを、俯瞰して見る、それを見る材料として、バランス、自分がバランスよくそのメイクというものを見るためには、まず自分もそれを体験してもらわないとわからないことなんですね。だから3つの顔を作りましょう。3つの顔を作る、メイクの技術を学びましょう。で、学んでそれが自分のメイクができるようになると、今度はそのタイプ、3つの脳タイプに合わせたコミュニケーションが取れますよ。どんな会話したらいいですよ、どんなセールストークしたら、制約率が上がりますよっていうことがすごく、楽にっていうかな、短期間で、そういう部分が見えてくると。バランス感覚のいいコミュニケーション力を身につけると楽しみが増えますねって。はい、本当にそうです。はい、そうなんです。楽しみ増えるんですよ。でもね、大概の人ってこう自分の好き嫌いで、やっぱりどうしてもね、あの人はちょっと合わんなとか、あの人ちょっと考え方ちゃうなとか、確かにその生い立ちとかいろんなものによって全然ちゃうんですけども、それが好き嫌いっていうね、ちょっとこう早とっちりしてる人もまあいらっしゃるんですね。やっぱりね、自分の感覚に合う人って合う人はすぐに合うんだけど、そうでもない人が実は後からすごくいいバランスを持って自分のことを教えてくれるっていうことが結構あったりするので、それはもうね、脳タイプで言うとね、本当に耳タイプ、目タイプ、低タイプって大きく分けて、その中に僕は目タイプだけども隠れ低タイプがあるとかね、大体自分で分かってくるんですよ。7割がちょっと視覚型強いな、それからあと2割がこうかな、あと1割がこうかなとかね、そういうのを自分の中でちょっと分かってくると、今度はその相手のバランスがどんなもんかっていうことにこう合わしながらですね、本当にコミュニケーションを取っていくと、だんだん理解力が、理解、お互いの理解度がどんどん深まってくるとね、これがまた楽しいんですよね。うん。本当にバランス感覚、これは本当に大事です。はい。もう白か黒かをはっきりつける。まあこういうのをスッキリする人はする。それはそれでいいんかわかりませんけど、僕はどっちかっていうと、本当にこう白か黒かっていうのはね、人生ないんちゃうかなと思ったりするんですね。このグレー感がまた、これがまた、グレーがあるから、このグラデーションがあるから人生は華やかになるような気がするんですね。
何でもそうですよね。あのメイクもそうですよ。メイクの上手い人っていうのはグラデーションが上手いんですよ。うん、また仕事の話なんですよ。まあ、そりゃそうですわ。仕事しか話できへん、ね。まあ、メイクで一番ポイントなのはね、メイク大事なこと言いますよ。5つほどあるんですよ。メイクで一番大事なのは、まず質感っていうものね。もう顔の質感というものを大事にすること。これは服でもそうですね。質感っていうのが大事ですね。質感。髪の毛もツヤとかね、質感とか大事です。質感。それから、大事なのは、このラインね。ライン取り。例えば眉のラインね。形ですよね。要は、ライン取りっていうのはすごくこれ、すごく繊細なラインが取れるとかね。どういう情報を、上昇に書くとか、ちょっと減ら、加工にして書くとかね。そういうライン取りね。それで、三つ目は色彩っていうね。これ色彩ってわかりますかね。色、どういう色選びをするか。やっぱり、あまりこう知らない人ね、は、口紅に青っぽい、青系のですね、ブルーっぽい、赤口紅。どういうことかっていうと、ちょっとバイオレットっぽい、青っぽいね、口紅につけて、チークがオレンジやったり、ね、もしくは服がオレンジやったりさ、これもう全くですね、顔がくすんでしまって黒くなってしまうんですね。そういうやっぱりこのカラーコーディネートということでは色の組み合わせっていうのが大事ですね。色。はい。で、四つ目は何かというと、これが、グラデーションってことですよ。グラデーション。ね。ポンと置いて、こういうチークポンと置いて、こういうパタッとついてるだけだったらゴミついたみたいな見えるわけですね。特にこれ、こういうテレワークの時ほどそうです。テレワークの時のメイクっていうのはすごくグラデーション大事になってきますし、本当にこうなんかこう、ブラウンのアイシャドウなんかを のっけたら、それが余計影になってですね、目が奥に凹んでしまって余計に疲れた。まあこれ、クマった顔になるわけですね。クマったなですね。クマできたみたいになってますよ。クマった顔。ね。そんな感じで、ダジャレを言うてる、場合ではございませんけどね。で、最後になりました5つ目っていうのは、これ何かっていうと、バランス感覚なんですよ。メイクね、大事なのは今言った質感ですね。で、ライン取りね。で、色の取り、組み合わせですね。色ですね。それから、グラデーション。それから、バランス。この5つという、この大きなこの項目をちゃんとバランスよく、取れてる人っていうのは、やっぱりね、ああ、素敵なメイクだな、とこうなるわけです。はい。で、これ、どっかが一つでも外れてると、なんとなしになんかぎこちないとかね、なってきますんで。まあ、そういう部分を全部入れた、3つの顔のコミュニケーションメイク、これをですね、ぜひあなたも学んでちょうだい、はい、いうことで、まあ、あかんわ、やっぱりこれ配信してたらどうしても、あれやわ、メイクの話になってまうな、うん、はい、質感、ライン取り、色彩、グラデーション、バランス感覚メイク、はい、もうこうやってね、コメントを入れていただくと、これ見返してくれる人が非常にね、すごくいいですよね。うん。そうなんですよ。言ったことをね、ちゃんとこう復習できますからね。このコメントをね、書いていただくといいですよね。はい。ということで、まあ、このコロナもね、15日あたりからちょっといろいろとまたね、自粛ムードが少しは、緩みそうですけども、そう。いっぺんに緩めてもね、これまたまずいと思うんで、そこらを今日の、テーマでありました、バランスよくですね、バランス感覚を持って、本当にバランスよくやっていくと。で、もう元の生活になかなかね、一気には戻れないと思うので、まあ徐々にですね、この新しいことは取り入れて、昔の良さを大事にしながら、これもまたバランスよく、バランス感覚を持って幸せ感を感じる。幸せは自分が感じるだけで幸せになるわけですからね。はい。うん。幸せは自分が感じただけ、本当にそうですねと。本当そうですよね。はい。世の中のこのうちのバランスっていうのは取れてると思うんですよ。だからバランス感覚大事ですっていうのはいつも、これをお話するのは、一つにお金儲けやったらお金儲けだけに走りすぎるのも、これも、バランスとしてはどうなっていうふうに言えるし、それこそ、お金儲けはもう度外視してボランティアだけでやって、結局ボランティアでやって、結局食べるものが大変やったら、これもバランス感覚おかしいし。だから今できる中での自分のバランスっていうのを、取りながら、個人がね、取りながら、人とは別に比べなくて、いいと思う。今自分の中でのバランスを、うん、取ればいいと思います。はい。ということで皆さん頑張ってくださいね。はい。幸せ感感じて、頑張るというか楽しんでください。はい、ということです。それではまたお会いしましょう。さよなら。